堀安氏は日本の政治家家実業家埼玉県秩父市長、元埼玉県議会議員、埼玉県秩父市中町生まれ、秩父市立高市の小学校を卒業後、秩父市立高市の中学校を卒業、法政大学第一高等学校を卒業した後に、東京食料学院を卒業、ホテルビ山に入社し、ホテルビ山の専務、 取締役会長を務める。1991年の秩父市議会議員選挙で初当選し、秩父市議会議員を2期8年務めた。1999年に行われた埼玉県議会議員選挙に、秩父市と横瀬町を選挙区とする埼玉県北一区から無所属で立候補し、18,625票を獲得し、 現職で自由民主党公認の井上久志との一騎打ちを制して初当選。2003年の埼玉県議会議員選挙では無投票で再選。2007年の埼玉県議会議員選挙では秩父市のみに区割りが変更になった北大一区から立候補し2306票を獲得して参戦を果たす。 2011年の埼玉県議会議員選挙で無投票で4選を果たす。埼玉県議会議員を4期14年務め、自由民主党県議団政調会長などを歴任。県議会議員辞職後、2013年、2017年の秩父市長選挙に立候補するも落選。2017年の秩父市長選挙では15,932票。 獲得したが、現職の久喜国康に90票差で敗れる。2020年10月、3度目の秩父市長選挙への立候補を表明する。2021年4月18日に行われた秩父市長選挙で14,812票を獲得し、秩父市長に初当選を果たした。秩父市が9町の時から数えると20代目となる。2021年5月1日、 秩父市長に就任。2021年5月6日、当選後、秩父市役所に初登庁し、約100人の職員と支持者に出迎えられた。総合政策委員会委員長、環境防災農林委員会副委員長総務危機、管理防災委員会委員長兼道都市、整備委員会副委員長、図書室委員長警察委員会委員循環社会。 対策特別委員長、埼玉県議会企画財政上任委員会員、少子、高齢福祉社会対策特別委員長、埼玉県議会文教上任委員会員、緊急経済対策特別委員会委員長、決算特別委員会委員長、福祉保健医療上任委員会委員公社事業、対策特別委員会委員長、予算特別委員会副委員長文教、 常任委員会次世代人材育成、文化、スポーツ振興特別委員会議会運営委員、福祉保健医療委員自然再生、循環社会対策特別委員関西委員、秩父経流会の顧問であり、幼少期にあんま釣りを楽しんでから釣りをやっている。ありがとうございます。